はい、ニョキッと登場、キノコでございます。今日はこちらのパッチさんが主催しているホリデーサーカスにやってきました。この2日間私はバンズさんのブースとかそのこのホリデーサーカスのインフルエンサーをさせていただいたんですけど、今日は皆さんにもちょっと来れてない方もいると思うのでいろいろ紹介していきたいと思います。じゃあ行ってきます。レッツラーゴー。はい、じゃあ今から行っていきたいと思います。なんかいろいろと食べ物だけじゃなくて花屋さんとかあと服屋さんとかもあるんですよ。じゃあ今からオフィシャルグッズのところに行きたいと思います。今ねホリデーサーカスのオフィシャルグッズ売り場のところに来ました。靴下がめちゃくちゃ可愛くて、なんかめっちゃ、なんか刺繍が全部あの手作りになってて、昨日から発売されたらしいんですけど、オンプルの雑誌に掲載されてる商品らしいです。ありがとうございます。はい、じゃあ次行っていきましょう。さっきのねこの靴下をゲットしたので次はちょっとあのおしゃれブースの方に行きたいと思います。では皆さん一緒に行きましょう。スタンバイ停止します。ちょっとね宣伝させてください。私が今日ちょっと着ているこれバンズのコラボなんですけど、これが今バンズさんで売っておりますのでよかったら見に行きましょう。はい、ということでこれなんですけどこちらに来ております。メンズもレディースも両方着ていただけて、後ろにこうってバンズのロゴが入ってるんですけど、このパッチのホリデーサーカスのためにコラボで作ったアイテムらしいです。今私これ履いてるやつなんです。履いてるやつなんですけど、これが今無色展開で、これもあのホリデーサーカスでコラボで作られたアイテムらしいです。ここはねちょっとさっきやってたんですけど、あのフォトブースでパッチの雑誌の表紙になれちゃうっていうブースです。ちなみにこの帽子、皆さんちょっと見てほしいんですけど、これもパッチとコラボで作ったアイテムらしいんですね。でそれがここ。かわいい。いいですよね。なんか普通になんかコラボって言うから、結構ちょっとロッパって入ってるのかなと思ったら、もう HC だけなんで、普通に普段使いでも使ってもらえます。結構お洋服とか雑貨とかも多いんですけど、コロンビアさんとかバンズさんとかですが、レギュラーのブランドさんもすごい参加されてるイベントになります。かわいい。ちょっと見てください。こんにちは。これはセットなんですか？あ、いや、これがお一つでという形になるんですけど。そうなんですね。はい、かわいい。ちょっとこれ買おう。ちょっといいですか？はい、お願いします。ブースアート東京の株も、え、これも可愛いですよね。これも可愛い。どうしようかな。それとオリジナルグッズをいろいろお作りしてます。可愛いですね。可愛い。ピンクとか黄色で、ポスターとかこういうボックスとか全部合わせて作ってるので、買いやすいのは東京ですよね。そうですね。白と黒の2色。じゃあお願いします。ありがとうございます。お洋服屋さんがメインにはなるんですけど、はい、お店の2階の奥のコーナーで、はい、漫画を1万冊ぐらいあって、あの購入もできるんですけど、もう好きにそこで自由に読んでもらえたりもできるので、はい、かなり一休みに使ったりとか、そうなんだ、1日ゆっくり入れたりっていうのも全然できます。おかげで。おかげでします。ありがとうございます。かわいい。すいません、ありがとうございます。はい、またお店のお待ちしてます。ありがとうございます。もらいました。よかったですね。じゃあ次行きます。コロンビアのブースなんですけど、こっちもちょっと見ていただきたくて、このフォトブースなんですけども、プリクラみたいなのが撮れる。ちょっと見ていいですか？かわいいですね。チェックもグレーチェックも人気なんですけど、赤のチェックとかも今年らしいです。電源切れちゃいました。なのでちょっと携帯で
はい、ということで今やってきたのはワークショップのブースなんですね。で、今回2つご紹介したいんですけど、こっちまず右手、私がモデルを一時期してたセポさんのブースになります。で、ここではこちらの iPhone ケースとイヤリングが自分でハンドメイドできるワークショップなんですね。で、こちらなんですけど、針入れとか布をハンドメイドで自分で作って、こう iPhone ケースとかあのイヤリングとかにつけてるワークショップです。次、反対側行列並んでるんですけど、こちらを描いてるイラストレーターさんが今似顔絵を描いてくれるそうなんです。似顔絵描いてくれる人の看板がめちゃくちゃ面白くて、まあまあ似てない似顔絵なんですね。で、奥ちょっとね、本当は一番お見せしたかったのがあっちなんですけど、あっちはハンドメイドのアクセサリーの人たちがやってるブースになります。で、いろんなあのパーティーさんのオンラインとピンで出してるお店になりますので、よかったらまた URL 貼るのでぜひ見てみてもらったらと思います。はい、皆さんどうでしたでしょうか。パッチのホリデーサーカス、口で伝えるの難しいんですけど、去年以上に本当に規模が大きくなってるんですね。で、去年は雨が降ってて、今年はもうブースだけじゃなくてお洋服屋さんであったりとか、いろんなブランドさんとか美容室とかもいろんなところで組み込まれてるので、本当に楽しいイベントでした。で、来年もぜひあると思うので、ぜひもしこの動画を見て興味がある人はぜひ見て行ってみてください。で、あともう一つ、これとね、これとかね、このイベントだけじゃなくて、このイベントが終わった後もオンラインサイトで売り出されてるらしいので、もし興味がある方はぜひよかったら見ていってください。概要欄の方に載せますので、よかったらぜひお願いします。ということで、皆さん、じゃあこの綺麗な夕日に向かって、今日も動画ありがとうございました。またね、次回も動画あげるのでぜひ見ていってください。ということで、皆さん、さよなら。